はいどうもー、ニンニク中毒ゆみチャンネルのゆみです。いやー皆さん暑いですね。今日は7月6日なんですけど、今日なんて日中34度まで気温が上がりましたよ。もうね、基本僕家ではお茶ばっかり飲んでるんですけど、さすがにこれだけ暑いとね、やっぱスポーツドリンク手放せなくなります。まあスポーツドリンクといえばね、ポカリスエットとか、まあこのアクエリアスとかいっぱいありますけど、僕はね結構アクエリアス派なんですよ。皆さんは何派とかありますか？もしよかったらねコメント欄で教えてください。と、まあアクエリアスの話はいいんですよ。こう暑いとね、やっぱり懸念されるのが夏バテ。皆さん夏バテなってませんか？やっぱりね、夏バテに対抗するためには何を食べればいいのか、当然ニンニクでしょう。というわけでね、最近またニンニクがっつり系のカップ麺が登場したので、今日はそちらを紹介していこうと思います。それがこちら、トゥルー、モリちゃんもじもりニンニク塩担々麺。はい、というわけでこちらは6月26日に発売されました東洋水産マルちゃんマジモリシリーズのニンニク塩担々麺でございます。食べ応えのあるがっつり太麺、ラー油の辛みとニンニクをがっつり効かせたやみつきうま辛塩担々麺。ラー油の辛みとニンニク最高じゃないですか。やっぱね、夏といえば辛いものもね、夏バテ防止になりますから。マジ盛りっていうことでね、ボリュームもしっかりあって美味しそうじゃないですか。それでは早速食べていきましょう。ゆみチャンネル開封の儀するぜー。はい、というわけで見えてる通り、もうすでに火薬が入っているカップヌードルスタイルですね。そして取っちゃったんですけど、蓋の上には、特製油がくっついてましたね。それではお湯イン。それでは4分お待ちください。はい、それでは4分経ちましたので早速食べていきましょう。それじゃあまずね、特製油を入れていきます。穴ベベ、ふむふむ、特製油という名のラー油でしたね。それじゃあしっかり混ぜていきます。うん、ふわっとニンニクとラー油が香ってきて美味しそうですよ。下の方に溜まってる粉末をね、しっかりこう溶かすように。よいしょ、よいしょ、うん、オッケーでしょう。それではいただきます。うん、思ってたよりしっかりニンニク効いてる。そしてね、ラー油のピリッとした辛さが美味しい。うん、うん、うわっ。塩担々麺ってっていうか、まあ担々麺っていうとやっぱ味噌とか醤油ベースなイメージだと思うんですけど、最近ねこの東洋水産がなんかね、塩担々麺をねちょっと推してる節があるんですよね。っていうのも、実は今年の頭の方にもまるちゃんからまるちゃん製麺ニンニク塩担々麺っていうのがね発売されてて、ゆみチャンネルでも紹介してるんですよ。もう多分ねみんな忘れちゃってると思うんで、もしよかったらね概要欄にリンク貼っておくのでぜひ見てみてください。まあだからその今年の頭に紹介したまるちゃん製麺のニンニク塩担々麺と、まあ似てるっちゃ似てるかな。まあ麺がね全然やっぱ違うっていう感じはあるけど、作ってる会社も同じだしね、まあそんなに大幅なこう味の変わりはないのかなっていう感じはしてます。うん、でもうまい。やっぱね、スープが美味しいね。ちなみに僕はこのまるちゃんマジ盛りニンニク塩担々麺、ファミリーマートで買ってきました。値段がですね、税込みで292円だったかな。ちょっとね、セブンイレブンに行ったんだけど、セブンイレブンにはね、売ってなかったんですよね。ちょっとローソンは見てないんでわかんないんですけど、なのでまあ、ファミリーマートに行けば安パイかなって感じですね。まあ、あと多分売ってるところにはスーパーとかにも売ってると思うんで、ぜひね、買って食べてみてください。やっぱね、夏は辛いもの食べて汗をかくのがいいですよ。ゆみチャンネル。というわけで半分ぐらい食べ進めてきたんですけど、ラー油とね、ニンニクがいい感じに効いてて美味しいんですけど、やっぱりね、僕はちょっとニンニクが物足りない。あ、というわけでこちら、てるー、やみつきニンニク背脂。もうね、殿下の宝刀ですよ。やみつきニンニク背脂、追加していきましょう。いや、これね、絶対合うと思うんだよな。ニンニクと背脂が担々麺に合わないわけがない。というわけで、ぺてっ。
もうね、残り少ないんで全部投入しちゃいます。いけ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 、え、しっかり混ぜていきまして、おお、やっぱりパンチあるね。それじゃあがっつりやみつきニンニク背脂入れたバージョンでいただいていこうと思います。おお、これはやばいぜ。いただきます。うん、おお、やみー、最高だね。俺はね、自信を持って言えます。やみつきニンニク背脂推奨でございます。やみつきニンニク背脂もね、一時期はすごい人気で品切れ続出状態だったんですけど、最近はね、もうどこでも買えますので、ぜひね、皆様一家に一個買って常備しておいてください。僕もね、今日これ使い切っちゃったんで、また買い足しに行かないとね。はい、というわけで、あっという間に最後の一口になりました。もう本当にあっという間。じゃあいただきます。うん、ごちそうさまでした。はい、というわけで、今日は2023年6月26日発売の、東洋水産まるちゃんマジ盛りシリーズのニンニク塩担々麺食べてみたんですけど、またまたこれも美味しかった。もちろんデフォルトでもすごく美味しかったんですけど、やみつきニンニク背脂のね、パワーが半端ない。もうね、このカップ麺と相性良すぎたので、ぜひね、皆さんも試してみてください。マジうま。というわけでね、毎日暑いですけど、皆さんもニンニク食べたり辛いもの食べたりして、夏バテ吹き飛ばしていきましょう。はい、というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。